ハッピーバレンタイン。今日のゲストは北小路翡翠くん。視聴者のために愛情込めたお菓子を作るはずが、こっから革命見せていいんすか。天宮くんが頼んでもないのにお菓子に革命を起こす。すぎてもうみんな焦ってるよ。早く自己紹介した方がいいんじゃない。改めて誰。そんなことないでしょって。いや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 、何してたんだよ。アマメヒントいたでしょ。アマメヒント、いやいやいや、なかったよこの現場に。今日もゲストからお悩み相談が来てるんだけど、メンタルがヘラメなのでメンタルの立て直し方や自我を保つ方法を教えてください。だってアメヘラか。ということでゲストをお呼びしたいと思います。今日のゲストはこちらの方です。どうぞ。こんにちは。二次三次メンヘラ代表ってよく言われる、らしい。そんな自己紹介でいいのか。もっと自己紹介した方がいいんじゃないか。ハビ二次三次所属中学生お姉さん北小路翡翠です。中学生お姉さん。ゲストは北小路翡翠くん。あ、お悩み相談はレギュラーの手に負えなくて全く答えられなかったってさ。悩みがあれば私を頼ってもいいんだぞ。今回誰を MC に選びますか。一番絡んだことがない人にやってもらおうって思ってて。はい、じゃん。あ、どうぞどうぞどうぞ。なのでご指名ありがとうございます。お願いします。選ばれる理由がいつもこれ。天宮くん痛いとこつくね。そうそう、もっと後輩と絡まないと。ということで MC 今日も頑張ってね松海くん。最初のコーナーは今日のログボーン。大丈夫？今日のログボーンとはガチャを回してその日のおやつ、つまりログインボーナスを決めるコーナーです。何が出るかな。押したらドカン出るよ。事務所爆破ドカン。いやー、まあ、スーパーレアだよね。バレンタインだろうね。いや、バレンタイン、そうじゃん、バレンタインって。あらあー、ノーマルなおやつを何か見ていきましょう。今日のおやつはこちら。何味かわかるかな。棒付きキャンディーでーす。チャレンジャーかこれ。リスピがいつも食べてるやつね。そうそう。じゃあ舐めて分かった人挙手で何味が答えてください。はい、いただきます。全員違う味です。うわ、これ何の味だっけ。いちごミルク、うん、はい。プリン。プリン、プリン、こっちプリン。あカフェオレとかじゃない、色的にさ。え、だってそう、プリン、プリンだと思う。プリン、キャラメル、いちごミルク、あんず、あんずみたいな、アプリコットみたいな。空気を読んでプリンからキャラメルに変更した松海くん。吉と出るか凶と出るか。正解はこちら。松海くんお見事。よるみくん外れ。次のコーナーはライバーマルチファイル。このコーナーでは事務所の机の上に置いてあったライバーマル秘ファイルを勝手に覗き見て、ゲストのマル秘情報を暴露しちゃいたいと思います。そんなものが落ちているのね。北小路くんのマル秘ファイルがこちら。早速ですがマネージャーメモを見てみましょう。北小路さんのチャンネルをチェックするとき、メンバー限定のコミュニティで不定期に投稿されるコラムをとても楽しみにしていますが、北小路さんが作った料理の写真なども上がっており、業務中に見ることになるのでめっちゃ飯テロされます。許しません。もっと飯テロしてください。結構気になるね。電源なんだ。コラムは病んだ時に書くから、あの不定期なんですよ。あ、なるほどね。病んだ内容なんだ。内容は、いや、病んだ時に文章が書きやすくなるっていうだけで。書きやすくなる、ポジティブに捉えてるんです。メンヘラなりにね。いい捉え方だよね。でもね、ポジティブメンヘラなんだね。ポジティブメンヘラってなんだ。はい、
ではそれではこっからはヒスピと一緒にゲームで遊んでいきたいと思います。やったー。今回遊ぶゲームはクッキングシミュレーター、クッキーズ&あケイクアンケイクズ&クッキーもう一回いいな。クッキー、え、クックズ、何、へー、うちの松会が大変申し訳ございません。今回遊ぶゲームはクッキングシミュレーターケイクス&クッキーズ。ダウンロードコンテンツで追加されたヨーロピアン風のベーカリーショップでバレンタインにぴったりな美味しいケーキやクッキーを焼いて素敵にデコレーションしちゃいましょう。今日はいつも応援してくれている視聴者のみんなのために美味しい手作りスイーツを振る舞うということで頑張っていきましょう。4人で協力してお菓子を作っていきます。5分経ったら交代で次の人にバトンタッチ。愛情たっぷり込めたバレンタインプレゼントお願いしますよ。あ、私の分も忘れないでね。大事なトップバッターは北浩二くん。料理得意みたいだし安心して任せられるね。まずはケーキを作るんだよね。うん、ケーキ、ケーキなの、チョコ、え、チョコ、チョコ、多分チョコはチョコケーキ、チョコレートケーキ、チョコレートケーキ、いいね。何チョコ、何チョコ、何があるかな。いちごチョコレートケーキ最高じゃない。うわ、うまい。何入れるんだ、ちゃんと見とこうよ、何入れるか。たくね、あ、ココアじゃない、チョコレートケーキなら。これグラム数とかどうする、適当にいく、ファッション、ファッション、オッケー、ファッションでいこう。うん、な、濃いめとかさ、濃いめ、小麦粉濃いめ、入ってくよ、入ってくよ。どれぐらい入れんの、どれぐらい、325。ケーキって分量が大事なんだよね。なんだこいつ。そうなんだよね。確かに。今何入れたんだっけ、ミキサーボール、しかもミキサーボールに、そうそう、もうそのままいっちゃおうかなと。小麦粉とグラニュー糖が入ってます。うん、ココアパウダーも、あ、ココア入った、入ってる。なんかやばそうだな、やばいかな、まあ、まあ、大丈夫だ、大丈夫だ、すごい、あ、もう完璧、え、待って、え、でも、え、やばい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 、これはめ忘れましたね、よし、あ、なんか、でも白身もどっか行っちゃったしな、なんかこぼれてないんだよな。こぼれてないということで、オッケー、オッケー、オッケー、あ、いいね、手作りすげー、ここへ、いける、いける、すえー、これで混ぜたらいけんちゃうか、なんかクッキーできそう、できた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 、クッキーできたよ、クッキーえ、なんかさ、うん、ケーキの生地ってもっとトロトロこれなんかパンなんかクッキーみたい、かす、カサカササクサクって書いてあるけどえ、じゃあ何、牛乳足す今から、カサカサ、でもほらパイ生地みたいになって美味しいかもよ。きっとクリーム塗ったら柔らかくなるでしょう。タルトにしよう、じゃあタルトにする、タルトになる、タルト、すごいすごいすごい、あ、すごい、あ、いいじゃん、いいじゃん、うん、え、ゴツって言うの、硬いよゴツ大丈夫かな、これ絶対硬い、押し込む、どうだよ、今できた生地をオーブンで焼くところで時間切れ。北浩二くんはここで終了。誰が行きますか。行け、天宮。いいっすか。天宮なら行けるよ。こっから革命見せていいっすか。お、あ、革命。ごめんな、ヒスピオ。2番手の天宮くんが革命を起こすみたいだ。北浩二くんの努力パワーかも。チョコ作るか。鍋、うん、あ、湯煎するってこと。そう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 。あや、いっぱい入ってるって。え、え、あや、いっぱい入ってるって。ちょっともういいかも。よしよし、それ湯煎できる、あや、それ、あや、ね、やめて、パスタ作ろうとしてやめて。オッケー、オッケー、溢れる、やめ、もう、水が、水が出てる、水が、水が出てる、あや、水が、ね、スイッチオンオフって書いてあるよ、右下に。止まんねー、それオフになってるって。これはオフ、うん、オフじゃないそれ、こう、うん、こうどっちも、あおくん、どっちも前に出てるよ、まだ見せあ、もう出来上がってんじゃない、出来上がってんじゃない、焦げちゃう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 、あ、も
もういけてる。え、もういける？いけんじゃない？ね、ちょっと見えないんじゃない？そのキー押してあげて。どう？あ、いいじゃん、いいんだろ？いいんじゃない？よくてよくてる。いい？うん。いいよな、これ。じゃ次の人に任せじゃ、これは。革命家ドラゴンガールは大事な生地を放り出してチョコの湯煎に大苦戦。あやー、あやそれ、あやー、何しようとしてんだ。やめて、やめてよ。あれ、もうめちゃめちゃだよ。ちょっと、ほんとやりたいことがあるんだよ。言いたいことがあるんだよ。いや、あー、いたいたいた、よかったよかった。大丈夫、大丈夫、大丈夫。それまだ水って書いてあるけど、大丈夫、お湯になってんのかな。あ、やばいやばいやばい。えぇ、ね、生クリームなくなっちゃったよ。生クリームなくなっちゃったって。食べ物を粗末にするな。あったかくできない。薄い生クリーム水できた。はい、じゃあ5分経ったので交代です。あ、皆さん何を成し遂げましたか。皆さん、何を成し遂げたんですか。めちゃくちゃ真剣にはやった。あ、ね、無理だよ、こっから。じゃあ、無理だって。ユルミンかな。なんでここに。大丈夫。ユルミンかな。ユルミン。あーにゃー。皆さんこんばんは。ゲーム好きのゲーム好きによるゲーム好きのためのニュース番組、ニュースアミアのお時間です。この番組では最新ゲーム情報から二次三次ライバーのゲーム配信トピックまで幅広くお届けするニュース番組となっております。本日はコメンテーターに愛が大きすぎて暴走しがちな二次三次の愛の伝道師、北小路翡翠さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲームと二次三次の懐かしい笑いを振り返るプレイバック二次三次、本日は昨年2月に発生したとある事件を徹底追及いたします。北小路さん、昨年2月に二次三次、いや世界中で大流行したゲームを覚えていますか。世界中で大流行、いやあのゲームですかね、やっぱり。そうです、あのゲームです、ホグワーツレガシーですね。ホグワーツレガシーはハリーポッターの小説で初登場した世界を舞台とする没入感の高いオープンワールドアクション RPG で、発売前からハリーポッターファンの多い二次三次にも大きな話題となっていました。そんなホグワーツレガシーの発売を心待ちにしていた、とあるライバーケイシがプレイ中に事件を起こしました。ケイシはハリーポッターの世界に入れたことに大興奮し、ういや、うおなど意味不明な言葉を発しながらハリポタオタク全開でプレイをしていました。まあ、そこまでは良かったのですが、配信中ケイシから衝撃の発言が。親知らず抜歯直後でこっち側が激腫れしておりまして、実はケイシが抜歯直後にもかかわらずハリーポッター愛が暴走した結果配信を強行していたのです。そして叫んで悪化させないようにねとマネージャーさんに釘を刺される始末。北小路さん、この事件どう思いますか。やっぱりハリーポッターへの愛が強かったということですよね、これは本当に。ですがちょっと悪化すると結構痛いんじゃないでしょうかね。まあまあ、かなり痛かったとか、痛いと思うんですけれども、そうですよね。いやまあでもね、あれだけめちゃくちゃ広い規模のオープンワールドで、もう普段映画でも見れなかったところに行けるという素晴らしい作品に叫ばずいられないという感じだと思いますよ、私は。垂れながらも、はい。まあマネージャーさんも心配してたということもあり、どうでしょう。いや、こちらのケイシに代わって私が謝罪させていただきます。もう大変申し訳ございませんでした。ご心配おかけいたしました。ご心配おかけしました。以上、ニュースアミをお送りしました。それでは皆さん、良い夜を。ケイシ、お菓子作り後半戦、3番手はヨルミくん。雨宮革命の後始末、どうにか頼むよ。
うん、これでなんかあのうまいことできたらいいんだよね。なんかいろいろ変なもんが。変なもん言っちゃったね、チョコレートケーキ作ろう、うちら。ここから導き出される答えは、そうそうそう、答えはズバリ、はい、ガトーショコラ。あ、ガトーショコラ、いいじゃん、いいじゃん。ガトーショコラ、メレンゲから一個。メレンゲ作ろうよ、メレンゲ作って白身だ、ふわふわになるんじゃない。これで砂糖入れたらいいね、砂糖入れたらいいね。うん、適当でいいか。気持ちだけはこもっているんですが、やることなすことうまくいきません。え、これ今何作ってんの。なんだ、卵生まれた。何これ、みんなあってなってね、ケーキ全く進んでないって。キスしからケーキが進んでない。これあ、アメとの共同のね。はい、はいよ、はいよ。これは完璧完璧。これチョコレートで混ざるのかな。ぽい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 。待って、こんな、なんか、え、あれ、なんか、うん、あ、なんか塊見えてない、卵いない、え、卵いるよね。ちょ、これだけ流して、ちょっと交代です、これだけ流して、これ大丈夫かな。あ、そうだよね、なんかよくわからないものってできるよね。知ってる、私も知ってんだよね。へへへ、まずい、あ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 、よし、交代だ、よーし。はい、次はまおちゃんかな。イエーイ、イエーイ、すべての幸せを寄せが私に来ている。全部背負ってる今。背負って、重い、今こんな感じ、背中。なになに、アドバイスしてあげる。あ、してくれんだ。粉系は止めるな、ミークリック。松海くん、視聴者の幸せなバレンタインは君にかかっているんだ。頑張ってくれたまえ。はい、じゃあね、ちょっと使えない2人の後で不安なんですけど。あー、そんなことない、あと焼くだけだろうね。こんなキャンプでいいんじゃないですか。なんか美味しそうに見えてきた。美味しそうに見えてきた。え、ジャム作ろう。ジャム鍋にさ、フルーツ入れてね、そう、砂糖入れて。こいつら終わってるって。マジでできもしねえくせに。よ、2人がやってるとこはよ、やろうよ、やろう。美味しそうじゃんね。ね、え、全部入れるぜ。あ、逆逆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 逆、ジャム湯がくじゃん。逆逆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 逆。楽しみだよ、うちらで。あ、うまい、おー、超火ついてんじゃん。おい、ラッキー、おー、ラッキー。香り付けだけしていい？いいよ、いいよ。塩じゃない？え、やめな。ちょっとしょっぱい方が。甘じょっぱい、許せねえ。おー、はい、じゃあ。音うるせえ。なんとここで時間切れ。まったく三乙女は何をやっているんだ。このまま視聴者にカッサカサのハートを渡す気か。北浩二くん、どうにかして。割と絶望的なんだけど、大丈夫そう。絶望的。あ、ごめん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 、嘘嘘嘘嘘。おかしいの、なんかすごい音するもん。ジャム作ってるかね。これなんとかない、もう赤いよ、赤いよ、焦げるで。赤がいいやつかも。ドロドロになるんじゃないの。大丈夫かな。だって焦げた先だもんね、ジャムとかもうドロドロだから、うん、そうそうそう、赤になってよ。あ、黒、く、黒黒いけど。なんか並んでる、なんか白いやついるよ、一人。ほんとだ、え、レア。あ、レアかな。ピンクのイチゴってことだ。あ、いいね、白いイチゴあるもんね。すげー煙出てる。ミキサーで混ぜ、あ、取れた、取れた、取れた。いいね、うん、見た目いいよ。めちゃめちゃ頑張って完成させようとしてる。
横がいいな。そう。にして。そう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 。上の部分。そうそう言うな。そう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 。そう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 。一番いいんだからこれは。あれあれなんか思ってたのと。あーいいよーいいよーよしよしよし。なんかメンヘラっぽいやつ。ね、結婚のやつあるよ。メンヘラっぽいのある。結婚のやつ。結婚のやつにしとく。うん。花嫁。一人花嫁だけにする。花嫁だけ。私たち、あ、ね、4人分並べよ。あ、4人分、うん、4人の花嫁、うん、って置く場所ないけど、気合で大丈夫、乗っけよう。焼きいちごちょっと払おうよ。ちょっとそっかってなんでだよ。怖いよ。なんか霊体が何かくっついてるよ。やばいよ。あ、でも乗ってる。でも乗ってる。ゲームわあ、完成ってこと。これ完成かな。よいしょ。置ける置ける。できたー。売れるかな売れるかな売れるかな。爆売れ間違いましたね。そうだよね。みんなもちろん買ってくれるはずだからね。そうだよね。ココアカサカサ結婚式。ココアカサカサ結婚。これもしかしてハッシュタグじゃね。そうだよ、ハッシュタグだよ、うん。実質北浩二くんが一人で成し遂げたケーキがやっと完成。あ、私の分はいらないんで、はい。そして皆さんお気づきだろうか、謎のベーコンエッグが出現していたことを。まだまだあったお菓子革命の様子はいつかの未公開で。はい、じゃあちょっと一人ずつね、ちょっと完成どんなふうにうまくいったかどうか、自分がどれだけ貢献できたかっていうのをね、発表してもらいたいんですけど、まずよるみさんから。私はね、うまくいったと思う。でもやっぱさ、一人では成し遂げなかったなって。うん、そうだね、一人では成し遂げなかったね。涙拭いてんね、汗。何もしてないのに汗拭いてない。涙涙涙涙。よかった、みんなと一緒に頑張れてよかったよ。しかもみんなのね、他のリスナーさんの手に渡って本当によかった。ハッピーバレンタイン。かな。いや、なかなか大変なこともあったし、辛いこともね、ちょっと泣きたくなるようなこともあったんだけど、やっぱ重いってやつ、うん、そうだよね、うん、言っていいんだよ。いや、突っ込んでいいんだよ。バレンタインの思いだよね。圧が強い。すごい目線が、目線がすごい。まあ、好きの気持ち、そうだよね、うん、が、うんうん、込められてたのかな。そうだね、うん、ハッピーバレンタイン、うん、ハッピーバレンタイン。そうだよね。いいよ、ミスピ言ってやってよ。先輩方のおかげでいいものが作れたと思います。ハッピーバレンタイン、みんな大好きだよ。わーい、すごい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 。目と口がもう真っ黒になっちゃってるかもしれない。僕とゲームで。はい、というところでミスピ、今日のゲームにゲームにいかがでしたか。聞くのか。みんな優しくてすごく楽しかったです。やばい、真っ暗になってる。大丈夫？来た時となんか顔色悪いみたいだけど。大丈夫大丈夫大丈夫。メンタル強くなった気がする。あ、よかったよかった。じゃあお悩み解決だ。解決、ある意味。うちらにヒーリング効果があるってことだね。チュッ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 。よし。はい、では最後にね、ヒスピーから私たち3人に称号を授けていただきたいと思います。まあ、ゲーム風に言うと実績改善みたいなものですね。なんか思ってたんと違うって顔してる。どうしようみたいな顔して。いや、分かってるよね。もちろんそうだよね。チュッチュッ。今回のね、称号実績は、3人カサカサ結婚式です。3人いいよ。だって、いや、私はいいです。いや、ダメだよ、一緒に。じゃあ4人、4人でカサカサ結婚式。いいの、奇数はダメでしょ。あ、そうだね、あぶれちゃうからね。じゃあ4人でカサカサ結婚式に。ありがとうございます。やったー。じゃあ最後の締めの挨拶参りたいと思います。いきますよ。ゲームルゲームル
ゲームクリア。クリアなのかな。逃がさないよ。逃がさないよ。逃がさないよ。せーの、ゲームルじゃんけんじゃんけんぽん。はい、勝った人は4人で作ったケーキプレゼントです。